ありがとうございもうます。本当に上振れルールが起はこりシンすぎプルでて、す。誰ほぼあと、勝薬ってん害の。なしの、陣内もほぼほぼ勝ってるってなんだっ言ったら、あんけ。まりそんなに落ちないぞ。配損は、なった場合、キャンセルでお今願もいしま2-2だっす。たし、で、皆さんの方で配損動向っそていうんのなはにや負めけてく越しださがあい。僕んのま方かりら言いないっます。て。僕陣死ん内でのた方場も合っあていうんのまは、り負け、左回り陣内は負けてるんで、ですよ、多分。その権限回していく形もでちおろん願ちのい論しで。ます。何か質問あります今日はか？巨人勝ったんですけど。じゃあ、よろしくお願いします。役職をお選びください。選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。あなたの役職は村人です。夜が更けました。キャー人狼に気をつけてください。クリスマスギフト送られる。でももういいわ。感染なしです。なしな。でも文字を見ないシステムいいね、やっぱり。文字を見ちゃうから集中できなくなるから、文字見なかっ夜たらがなん明けか、ました。人気値上がったってなるからね。昨夜は見ない画誰面にもすれ死ばにいいまからせんね。でした。発言ターンに入ります。8番のプレイヤーが発言します。はい、村人陣営でした。そうですね、まあ思考開示としては、そうだな、まずね、おかしいと思ったら、ね、釣り位置を上げる。初週からでも、前半1でもね。これはすごい大事なことだと。占い師が1人しか出てなかろうが、そこに対しての精査は入れるべきだと思います。はい。そうすることで、後々色落ちするかもしれないし、色落ちにね、つながる要素っていうのが出てくるかもしれないんで、まあ、しっかりおかしいところあったらおかしいって言って、釣り位置を上げる。で、二周目発言聞いてまた情報更新すればいいんだから、まず要素がいっぱい落ちるように、まあおかしいところで、まあいい発言があったら、この発言って白いよねって言ってもいいし、まあしっかりね、ところを言える人を僕は今日。9番のプレイヤーが発言します。はい、特に手話はないです。まあ、8番さんの思考開示でいいなって思ったところは、占い師が1枚しか出てなくても、その占い師に対して印象を言っていくっていうか、どういうふうに思ったのか言っていくっていうのは、俺もいいなって思った。ただその前半1でも、まあ別に後半1でもそうなんだけど、別に無理して釣り位置上げる必要はないと思ってるかな。なんか無理してあげたら逆にそれって怪しくなるからって俺は思ってるから、そこは8番と違うなって思いました。それぐらいです。1番のプレイヤーが発言します。占い師3番白、3番白、把握よろしく。霊能は2周目の8番の位置で出てほしい。だから2番以降霊能が行っても8番の位置までできれば我慢してほしいなって思ってる。それは盤面で強くなる可能性がある。1周目から出るとそこまで強くないと俺は思っている側の人間。騎士に関しては一応チャットだけ用意しておいて、8番の位置で出る盤面だったら出てください。だからワンテンポ置いて、ちょっと盤面見て。8番さんに関しては、じゃあまあ2周目1周聞いた発言で、どこどこがおかしかったとかそういう発言しっかりしてほしいなって思っていて、まあ9番さんに関しては、意見が違うだけって感じかな。ちなみにね、89で言えば俺は8番の方がいいなと思っていて、釣り位置を上げることによって色って出るから、無理やりでも上げてった方が結構ね、いいと思う。2番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。村人陣営でした。1番が3番に白把握、特に1番に対して、まあ特段変だなって思ってる様子はないです。1番が8番と同じ思考を持っていて、9番は無理に釣り位置を上げなくていいっていう思考の違いだから、別に、まあ、1番は8番寄りの意見なんだねぐらい。私は別にどっちかって言ったら、まあ、この8番9番の中で釣りたいと思う相手はいなかったかなぐらい。9番と8番の精査だった場合は、まあ、進行論お互いしか言ってないから、
9番の無理して釣り位置を上げなくてもいいんじゃないっていうのは別にって感じかな。まあ、2周目に関してはまた別なんだけど、1周目に関してはそれはまあ適用されるんじゃないとは思ったぐらいかな。特段変な要素は9番8番ともに拾えていません。私は白1黒1は理由をつけて言ってほしいなと思ってます。フィーリング精査は嫌いです。3番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。そうだな、まあ、9番さんに関してはもうちょっと喋ってほしかったなっていう点も含めてあまり印象が良くない。まあ、僕も結構スパッと切る人なんだけどあまり印象良くないなって思ったんで自分はやめようって率直な意見でしたね。で、一番さんに関して特に思うことはないが、まあ、あの8番さん9番さんの意見、まあ、僕の意見とはあんまり違う、まあ、違うっていうか何て言うの、まあ、いいよくわかんない。まあ、なんか色のつけようがねえな、ないんだな、まあ、八番さんの方が印象いいんだな、八番さんよりの考えなんだなっていうくらいですかね。八番さんもわかんねえ。はい。4番のプレイヤーが発言します。はい、しようないです。そうですね、まあ、そもそも9が8に捉えてる内容を汲み取れていないと思っていて、8番はおかしいと思ったら、初週からでも釣り位置に上げるっていうふうに言うから、別に無理して上げろなんて言っていないから、9番が8番に無理して上げる必要がないかなって思ってるから、そこは違うっていうのが、そもそも9が8に対して違うと思ってる内容が違うと思ってます、僕は。だから1番2番がどちらかというと8寄りの考えかな9寄りの考えかなって言ってる議論すら俺は成り立ってないと思ってるんで、素直に9番が8番を捉え違えてるのも印象が悪いと思っているし、1番2番がそこを汲み取れてないのも俺はごめんだけど印象が悪いと思っちゃってますね。はい、かな。あの8番は無理してあげるなんて言ってないから、あのまあ2周目の盤面次第なんですけれども、8は2周目、9、1、2ともにちゃんと汲み取れてないなっていう風な印象を受けました。3はもっと精査入れてもよかったんじゃないっていう風な印象ですかね。はい。5番のプレイヤーが発言します。僕は8番さんは人に対して早く評価付けをして視点更新してもいいから、まあ、白黒はっきりした方が色が落ちるよっていう風に言ってるから、まあ、無理する無理しないっていうのは言ってたか言ってなかったかは僕は忘れちゃったんだけど、とりあえず人が誰かを評価することを早くしてほしい人なんだろうなっていうのは伝わってきた。だから9番さんが8番に対して別になんか後続だろうが前半だろうが無理に評価継ぎする必要性はないよっていうふうに言ってるのは9番さんの考え方の近いだろうし、9番さんが人間で8番のことをそういうふうに思ってもおかしくはないかなっていうふうに思ってたかな。だからなんか4番さんの言ってるなんか9番が汲み取りきれてないっていう軸から精査がずれまくってるっていうふうに言ってるのはあまり共感性は得なかったけど、4番が人狼だったら何がしたかったんだろうって思いを並べてました。そのぐらいかな。はい、以上。6番のプレイヤーが発言します。はい、4番が人狼だったら例えば48でライン切ってるとかわかんないよ。8番は S 字陣に見えたとか、8を通しても精査が45と違うんだなっていうとかですね。ただ私には全然まだわかんないんで、一応このまま平和村になるかもしれないんで、二郎構成も考えないとね、と思いながら。まあ、ベタなのは5番、8番とか4番、9番とかあるのかもしれないけど、ライン切ってるなら84とかね、59とかあるかもしれない。ちょっと困ってます。第4号でしたとか、全然意見変えてるパターンもあるんでね。まあ、このまま平和村になるのか、出るのかわからないですけど、まあ、どうなんでしょうね。なんかもう、こう、制限はつけない方がいいと思いますけど、全部使えるものは使って、答え導き出した方がいいのに、これしか考えをしないとかっていうのはダメなんじゃないかなと思います。いろんな精査方式が使ったらいいと思いますけどね。7番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。占い師で5番白です。5番白。対抗の1番に関しては分かりませんが、まあ、2周目聞いて精査したいと思ってます。グレーで気になったのは、ごめんなさい、白1、印象1は2番、黒1は3番、
って感じですかね。4番に、ごめん、2番に関しては単純に1番の指摘が良かったこと、3番に関しては2番に対しての精査は分からない姉妹で終わっていたことがすごく引っかかってて、2番って結構まっとうなことを言っていて、1番が、8番、9番で8番の方が釣りたい、8番の方が印象いいという話を、どちらかといえばいいという話をしていたのに、2番ってそこで、まあ、8、9に対しての、まあ別にそこまで1周目で進行論だからみたいな話をしていたのに、3番ってそこじゃなくて違う精査をしてるから、ちょっとそこが気にならないのがちょっとおかしいかなと思った。で、8番に関しては単純に黒い地を釣ればいいみたいな話しか俺は聞いていなかったから、4番の議論についてはわからない。はい、以上です。8番のプレイヤーが発言します。はい、盤面固定でいいですか？霊能者出てください。霊能？はい。出てきたね、5から。出てきた、出てきた。いや、4番の組み取りが正解だから、おかしいと思ったら、前半1でも、おかしい発言があったら、そこを釣り1として、ちゃんと上げるべきだよって8番は言ってるから、無理くり上げろって。上げる必要がないっていう9番の8番への叩き、これは9番の黒要素ではないけど、9番は単純に8番の組み取り違いをしてるから、4番の9番指摘はいいんだよ、うん、で別に4番9番怪しんでるわけじゃないから、でこれは9番の黒要素ではないから、ただの組み取り違いなんですよ。だから1番2番がおかしい、1番2番がおかしい、うん、かな。はい。なので、まあ現状1番、2番、5番。この三陣外セット。7番、シン。7番、シン。5番、狂人。1番、2番、狼。はい。これが硬いですかね。現状では。はい。まあわかんないけどね。3、6に関しては色落ちてないが、4番だけは単体で知る。そこで、9番印象悪い程度。はい。まあ、まだ2周目ね。生きてれば2日目か、考察していけば。9番のプレイヤーが発言します。はい、まあそこはまあ組み取り違いだったんでしょうと思いました。はい、まあ8番5番に関しては釣り切ればいいかなと思って、実施点に2番目って一番強い番目だと思ってるから、まあ1番7番のボロがどちらかが出すと思ってるからね。全然ね、どちらが進化技かっていうのは分かりません。はい、分からないけど、俺5番さんはいいなって思ったんだよね。5番さん、難しいよな、なんていうのかな、決め打てねえぞ、これ。いい首取り方してんなって思ったけど、まあけど、まあ8番が行ってないっていうんであれば、まあ4番さんがマットになるから。で、8番さんも8番さんで、俺を釣り寄せばいいと思ったんだけど、なんか8番さんも9の組み取りが違うだけみたいな話になってるわけでしょ。だから8番5番が新居で、で8が偽だった場合って、俺が狼に見えたからかばってる構図っていうのも考えられるし、だからといって1番2番がおかしくなるかな。4番がマットだから1番2番がおかしいっていうのは、なんか視点がなんか変だなって思ったかな。8から行こうかな。で、喋ってる最中に思いました。はい。誰かな？はい、それぐらい。8から行こうかな。1番のプレイヤーが発言します。まあ、組み取った、組み取ってないの議論になってるから、そもそも狼を見つける議論してないなって思ってるから、まあ、明日、占い結果残すんで、そっから村の皆さん考察してください。まあ8番の方が偽っぽいなって思った。単体俺5番が人間かなって思っていて、4番が白かなって思った。4番のヘイトのばらまき方、なおかつ俺は自分の新占い師を知ってるからさ、4番が狼で1番にあそこまで喧嘩売る構図が見えないから、4番ってあっても強人かなと思って単体白。5番に関して俺はね、5番と同じないよな。5番が9番に思ったことってめちゃくちゃそのまんまって思ったから、4番がなんか変な叩き入れてんなって思ったが、5番が単体人間って思ってて、
なおかつこれ9番と今一緒のことを思ったんだけど、8番ってさ、なんだろう、組み取った組み取ってないって言ってて、1番2番がおかしいって言ったけどさ、9番はどこに飛んだんだろうと思った。いや、だって一番最初にその組み取り間違いをしたっていう感じの人物は9番じゃないの。で、8番って終着点は1番2番がおかしいって言ったから、なんか8番がおかしいなって思った。ただこれって組み取った組み取ってない議論って本当にその人はただの主観だからさ、まあ、いいんじゃないって思った。占い結果残すんで、村の皆さんは考察してください。まあ、俺は5番の方が人間っぽいって思っちゃったから、8が偽かなって思った。今の議論も重ねて。4番単体、今白1。2番、6番、9番、まだ分からんけど、9番に今、8番で思ったことは一緒に近いと思った。2番のプレイヤーが発言します。7番に言っておくと、私は1番に指摘はしてないですね。1番は8番が印象がいいって言っていて、私は9番の方が印象がいいって言っただけなんで、別に1番視点で8番が印象が良くなり、9番が印象が悪くなるという発言をしなかったんで、1番視点は8番思考寄りなのかなっていう精査だから、特に気にならなかったって言ってるんで、別に2番は1番に全くも指摘もしていないのにもかかわらず、7番って2番が一番白いって言ってる構図がよくわからないですね。はい、と思ってます。多分1番は汲み取ったか汲み取ってないかって言ったら8番に対し印象がいいって言ってるから、8番視点で1番が2番がおかしい、125のハッピーセットみたいなことを言う意味がわからないから8番変だなって思いましたよ。普通に1番は9番と8番の思考でおかしいことを言ってるんだったら、ちゃんと色付けをして釣り位置をしてほしいって、1番は8番の思考を印象がいいって言って、そっちの方が精査しやすいからとまで言っていたから、1周目だった場合って8番って1番の方が印象がよく見えない、7番と1番の精査で。だから8番の125ハッピーセットは変だなって思いました。9番どこ行ったんだろうとも思ったし、6番に関してはなんか4、8のライン切りとか言ってたけど、4番って9番を叩いてる構図だから4番、8番のライン切りは成立しなくない？まあ4、8、5、8、4、9に直してたけどねとは思ったぐらいかな。6番に関してはあんまり要素が6番に関しては落ちていないぐらいかな。はい、3番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。霊能に関しては僕は5の方がなんか強人っぽいなっていう印象を得た。まあいや、釣り切るんで。と、まあ5番の方が強人っぽいなって思っただけです。あと1番、4番もつながんないな。1番軸で見たときに4番もつながんないかな。とは思った。4番軸で見たときは何とも言えないけど、6番は単純になんかいろんな思考を残した方がいいよとは言っていたけど、結局わかんないっていう風な形で、6番に関してはマジで色が見えない手だなっていう印象。9番に関しては、なんか8番が強靭で、なんか僕に対してかばったのかなみたいな思考を残していたが、それであれば9番視点って8番に行くのおかしくねって率直に思ったんだけど、8番が、競馬は組み取り違いをしているって言ってて、それで9番は4番のプレイヤーが発言します。はい、まあ占いに関しては7の2周目聞かないとまだ厳密には判断できてませんが、まあ、5、8に関してはまあ5番が明らかに強靭だなっていうふうに思ってます。5番視点で8番の発言に関して、いや自分は早く色付けしたいくらいしか聞こえていなかったよっていうふうな感じで、そもそも4の議論を聞いていないのに9番が村で8番に対して言っているって思わないのっていうけども、4番は9番が8番に対しての組み取りが違うから発言を聞いてくれよっていうふうに、だから議論として成り立ってないよ9番
番から2番はっていう風な主張をしているから、5番がそもそも4番に向けてる内容がおかしいっすね。だからね、なんか白いと思って殴ってくれた狂人じゃないかなとは個人的には思ってます。うん、まあ占い進路を例の心境だと思ってて、8番に関しても、まあ8神だと思ってるけれども、ね、まあ127って、あ、125が神がいったっていうふうに言うのは、なんかちょっと早いなっていうふうな気もしたが、まあ釣り切りたいかなっていうふうに思ってます。占い進路だと思っていて、7番、1番ともに7番も直近の6番に対して、結構この位置であんまり精査を入れていなかった人物だが、7視点6ってもっと気になってもいいと思ったし、1番視点も6を精査入れないところから、7番、1番から6はあんまり精査をしたくないっていう風な点で、なんか白助が起こってんのかなと思うから、6は、要素は拾えていないが、単体で省いていいかなとは考えているんで。まあね、7、1、どっちか相方が、あ、狼か現状分かっていませんが、9番、2番、3番、どれかにいると思っていて、うん、2番は割とね、評価してた、精査合ってたなと思っていて、7番視点の、そのね、2番評価はおかしいっていうのは、俺もなんとなく思っていたから、割と2番が白く見えているかなって感じ。5番のプレイヤーが発言します。そうだね。じゃあ4番さんから返そうかな。僕は9番さんが人間でもその評価付けはしてもおかしくないと思うよって言ったから、議論がずれてるからどうこうっていうふうに4番さんがちゃちゃを入れるのは良くないと思うよっていうのを言ってるだけ。それが人外を探す要素になり得ないと思うよっていうのを4番さんにアドバイスしてるだけで、最後に残したけど4番さんがそれを人狼でやってて何をしたいんだろうなって僕は思ったっていうのを感想として残したから、僕が狂人で4番さんの人間を拾ってるんだったらそのままその論で叩けばいいんじゃないのって思っちゃうかな。4番さん、あんま俺4番さんのこと疑ってないんだけどね。いや、まあ端的に8の偽を先上げるんだったら7番が2番のことを真っ当だっていうふうに評価入れてて、議論軸で1番と2番がずれてるから1番2番ローロー5番狂人だっていうのは視点が狭くないですか。7番の2評価とか全く無視で8番さんは1番7番の心眼つけちゃってるんですけどっていうのも拾ってほしかったなって思います。9番さんは少し村っぽいなって思ってて、個人的な意見だと6番さんが一番疑わしいかなって思ってるかな。6番さんが一番人をどう見てるかっていう評価付けをサボった人間かなって僕は思ってるから。4番さんは7番軸から6番がしろっていうふうに言ってたけど、シンプルに6番さんが疑わしいと僕は思ってるから、僕のことを信じてみてくれるなら、6に色当てしてほしいなって思った。6番のプレイヤーが発言します。ない。そうですか。うん。じゃあ、8神進行で。霊能の仕事は太鼓の色を見ること。色を見るんだよ、太鼓の。太鼓の色は何？狂人だから見たくない。何考えてんだろうと思ってる。狂人っていう重大な情報が落ちるんだよ。うん。狂人だったら、例えば。占い、老がいますって伝えられるんだよ。うん。老かもしれないんだよ、太鼓は。うん。22番面で太鼓を釣れないっていうのはもう、算数ができないのと同意。50%、50% でしょ。5番にとっては8番が人外なのに、占いやグレー行きます。ありえないでしょ。うん。狂人だとしても白の色を見ることがこのゲームで大事なんですよ。占いに狼がいることは確定するんですよ。うん。その、信じて。うん。白が意味がないなんてことなくて、意味がむしろあるんですよ。うん。白だからグレー行けばいい。そっちの方が意味ないんですよ。何考えてんだろうっていう。何パーセントの確率を追ってんだっていう。押して、8が 100% 確人外なのに、他行きますって言ってんだから、ごずり。はい、発信進行。はい、以上。あ、以上じゃねえわ。5番が死んだら反省すればいい。うん。6番という人が優しいから教えてあげてる。これからの人狼人生で。うん。全員この通りにやりなさい。うん。5番死んだったら5番が悪い。22番面でグレーから行くことは邪道だ。間違ってる。何パーセントの確率だと思ってる。グレーなんて。うん。100各人内を 100% 釣らない時点で5番にせ。はい、以上。7番のプレイヤーが発言します。はい、1周目よろしくお願いします。まあ、1周目の議論で6番に対しての精査を落とせなかったんだけど、6番に関しては1周目何言ってるか分からなかったから、まあ、色落ちてないっていう存在を、まあ、時間がなくて言えなかったんで、別にまあ精査を外したわけではないです。
気になってるのは、9番。9番に関しては、占い師の精査が何にもなくて、霊能の精査しかほとんど入れてない。まあ、グレーも入れてたのかもしれないけど、占いのをどう見てるのかっていう精査が落ちてないと思ってるから、9番が怪しく見える。6番に関しては、まあ、5番に対しては、まっとうな意見を言っていたが、で、かつ、6視点でのそれ以外の精査が落ちていないことが変かなと思った。まあ、俺は、ただ、今日は5番からするけども、8番が5番に黒を打った瞬間に俺は8番を偽せ。だから、まあ8番を安定でするし、まあそれはどうこう考えます。あ、そうそう、2番に対しての指摘なんだけど、2番って、8級に対しての、なんか、釣り位置ではないみたいな話をしてませんでしたか？なんか聞き間違いかな？なんか言ってないみたいな言われたんで、あ、言ってないんだと思ったんで、ちょっとわかんないんですけど、いや、俺はそういう風に聞こえたんで、なんか1番がなんか8級で選んで8番が良くて、2番が、いや、でも釣り位置ではないよねみたいな話をしていたんじゃなかったんですかね。それで違う話ですか？それだったら2番の精査って結構落ちてきちゃうんだけど。全プレイヤーの発言が終了しました。私はただの石、私はただの石、私はただの石。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは5番の遺言を発表してください。なんかちょっと切れそうですね。なんか6番さんは人の話を聞けないんだったらそんな偉そうな口語んない方がいいっすよ。人間で言ってるのか人狼で言ってるのか知んないけど、6番のことを色当てしろよっていう話をしてるわけね。グレー処刑なんて1ミリも言ってねえから。8番の色を見るだろ。2番と6番の色を見るって言わなかったっけ？それを、2番と6番を疑っていますじゃなかったと思うけど、5番が悪い。俺の耳では2番、6番釣りましょうって聞こえたけど。あなた5番白見てなんで5番から釣るんですか？ 6 番の5番言及めちゃくちゃずれてましたけど。やばいと思うんですけどね。シンプルに。2番、6番釣るって言ったでしょ？ 8 じゃなくて。で、9番の怪しいよ。確定、人外行動なんですよ。人外がよくグレー行っちゃうんですよ。2、2番面で。視野が狭すぎだと思います。同人とかがやっちゃうんですよ。僕は思うので。だから、シーンはやってはいけないんですよ。必ず対抗の色を見る。人外行動取りませんという、ちゃんと伝えなきゃいけないんですよ。待ってください。それこそ勉強してほしいですね。自分の城先の心霊媒師を統計しようとするっていう行為は、シーンだったらギルティーです。しかも、グレーから行こうとしたことはもう芯を切ってもいいレベル。反省するべきだ。ちょっとありえないかなって僕は思っちゃいますけど。はい。一番さん好きなところになっていいですよ。はい、以上です。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。7番のプレイヤーが発言します。はい、3番占って3番白、5番が1番が5番白、違うか9白か、9白、ああ、はいはい。で、5番白ね。はい。昨日の5番の議論なんだけど、俺も普通にグレー詰めに聞こえたから、おかしくないと思ったんよ。だって対抗に対してどう思うかじゃなくて、例えば、なんか、
なんつったらいいんだろうな。最後なんか2とかって言って話をしてたから、え、なんで2なのっていう話だったんで、あと、グッチョブ先もちょっと聞きたい感はあるんですけど、まあ、そうですね。とりあえず、まあ、3番さんに関しては1周目 の疑問が残っていたんで、3番さん占ってシード。なので、3騎士なのか。マジか。3騎士なのか。ちなみに、どこグッチョブですか?3、とりあえず、269の中にいると思っているんだけど、2番に関しては、昨日 の反論というか、返事が惜しくて、9番と6番に関しては、昨日言った通り。ただ、俺は5番に対しての、なんか議論で、なんかグレー詰めのように聞こえたから、6番の言ってるようにもことが抜刀に聞こえてしまったから、まあ、ただ、占い審議につけてない9番と6番は相変わらず気になる。8番のプレイヤーが発言します。はい、一釣り。いや、もう8進進行いけるっしょ。1、2世だね。はい、1釣り。ああ2番グッチョブは正直、神なしもあり得ると思ってる。5番に行かないなんて、神なしが起こった可能性があると思って。1釣り。ああ2番目私が言った通りにしないから。だったら、片白の3番が神に。5番がグレーから行くというのは人外行動。これを死んでやる奴がいるんだったら、ヒロちゃんのありがたい言葉を聞きなさい。人狼殺のね。で、神なしになったっていう可能性がある。なぜ一番前に人間が伝えている。それは人外と同じ行動をとっている。だから5番の制裁でする。解釈を8番に当たり前である。人外と同じ行動をとったんだから。8番って1番がおかしいって言ってんだよね。6番の話を心に刻み、対抗の色を見ます。そういう信念になりなさい。8番が言ってることね。ヒロちゃんは一切グレーなんて言わない。9番に指摘できないんですか。心霊の証は対抗の色を見ることだ。2番さんもそこに対して1番さんが言ってないでしょ。はい、1番釣りましょう。死んだったら1番が悪い。しちゃって。ああ、まあ1、9か1、2だけど、俺は正直ね、まあ、2番でグッチョブ起きるか。まあ、とりあえず1釣りね、1釣り。で、3は8超えして、3は8超えして、2番がちょっとどうしても村で見えないわ。2番の2周目の発言聞いても。ああで9番はどこ行った ?1 番、2番、そこって言ってるけど、9番の黒要素ではないって8番は言ってるから。はい、1釣り。9番のプレイヤーが発言します。まあ、8釣ります。あとは、1番さんがオレオレになった理由が聞きたい。あとは、俺、ほとんどね、5番さんが言って、言ってくれた通りで5番って6番に色を当ててって言ってるからそこで6番さんがグレーズリって言っててで7番もそういう風になってるからなんか変だなと思ったなで7番視点9番怪しかったんでしょサニーフォーカス全然向いてなかったイメージやったから変だなって思ったかなただ1番さんも1番さんで占った理由は聞きたいかなっていうところだから変だと思ってるところがね6番、7番なんよ。うん。で、8番さんも8番さんで、結局、9は、結局、今日なってどこ行ったのってやっぱなっちゃったな。はい。で、5番さんが真にしか見えてないから8つって、あと占い先、見て明日。っていう感じでいいんじゃない?俺若干ね、3番狂人にも見えてたんだよね。若干3番狂人にも見えてて、だから、なんか、進路路もあんのかなとか思っちゃったりしちゃったんだけど、その場合って8番1番だから、だから、そんなことはないかなとは思ったけど、けどなんか3番さんの発言は怪しかったから。はい。まあ、騎士だったからいいけど。なんか5番さん言ってくれたって感じです。1番のプレイヤーが発言します。7、8、狼、狼、あると思うよ、結構。9番占った理由なんだけど、7番の発言起点から、俺結構9、黒引けそうだなって思ったら9、白だった。ってのも、7番って、9番に怪しいと思った理由、霊能精査だけで占い審議をしなかったからって言ったけど、昨日の2週目、占い審議きっちりつけた人、いた?
6番って占い審議つけたって、3番ってつけたっけ、2番は7番に対して、2番は別に1番に指摘してないよって言った、付随で4番も2番と同じ意見とは言ったけど、4番は審議もしてない。あ、審議もしてないというか、審議はわからないって言ってるから、7番が真っ先に理由が不当で9番のことを怪しいって言ってるから、結構7級で白を打とうとしてるのに見えたよ。だから9番占って、結構ね、俺黒引き当てる自信あったけど白だった。で、4番に関してね、俺単体で、これ昨日も言ったけど、1周目の行動発言が、俺はちなみにね、9番と5番の意見ないよ。もうその議論はやめよっか。これはもう主観でしかないからさ。でも4番があんな雑な理由で1番に喧嘩占い師、ヘイトをばらまくような声しないから単体しろと思ってるし、7番の昨日の発言から5番に投票するって、6番の意見を丸々乗っかっていってるから、7番って6番の評価師もしてると思うよ。なおかつこれ1周目の議論から2番に関しても、2番って1に指摘したと思ってるから、2番の評価師もしてるから、7、8だった場合、7が5に投票できる理由を作ってるってあるから、俺結構7、8狼どっかに狂人とかめっちゃ見えるんよ。まあ一応4番、6番どっちか占う。2番のプレイヤーが発言します。まあ今日は8番いきますね。8番視点で、私ね、1番は8番を評価してるのは1周目だから、2周目で8番が、9番を除外し、125だけに視点を向ける構図が狭いと思っているから、8番が偽だと思っているから、8番を釣りたいと思っていたから、8番投票です。その要素だけで1番の偽を決め打ち、1番に行ける構図ってあんまり見えません。7番に返答を返すと、私は1番に指摘をしておらず、1番は8番の方が印象が良かった。でも1番って8番が印象が良かったけど、かといって9番とは思考の違いだからっていう発言を述べてるから、別に9番の心象作業をさせてるわけでもないんですよ。だから別に特に気になる要素もなく、私は8番、9番ともに、別に釣りたいとは思わなかった思考の違いだから。じゃあ無理やり印象でもつけるんだったら、8番と9番だったら9番の方がその進行論は好きだよっていう話なんで、別に一番に指摘してないですよ。これもう一回言わなきゃ伝わらないと思ったけど、7番に関しては。まあ5番が7番に言っているのはクリティカルだし、6番が本当に5番の言ってることを取り違いしてると思っている。5番って2番、6番に色を当ててほしいだから、占ってほしいって言ってるようなもんだし、5番視点で別にグレーから釣りたいとは言ってないね。グレー考察をしている段階下で、4番、1番、4番、7番が見えないっていう話をしてるから、多分、6番、7番あたりが変にねじ曲げてると思ってるよ。8番釣りま。3番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。なんか言いたいことがあったんだけど忘れちゃったんだよな。まあ、とりあえず出た理由としては、もう隠し色になってしまったから、最終盤面ってどうしても僕って噛まれてしまう位置になるから。潜伏してる意味がないと思ってしまった。はい。それだけです。2番護衛に関しては、なんか狼視点に立った時に2番って噛まれそうだなって思ったから2番護衛しました。それだけです。なんか言いたいことがあったんだけど、マジで忘れた。9番に違和感を覚えたのは確かになったんだけど、なんでだっけなって、ちょっと、思い出せたら思い出します。まあ、今日死ぬだろうけど。6番に関しては、マジで色がわかんなくね。どう、今後どうするのっていうのがあるから、そんなレベルで色が落ちてないと思う。かな。とりあえず、初日に噛まないっていう方が僕は何とも言えてないんで、それだったら僕噛んだ方がよくねって思うから、噛みなしっていうのはないと思ってます。くらいです。4番のプレイヤーが発言します。
はい、そうですね。まあ、8の狼を追わないで、8号が新居でっていうふうに言うんだったら、まあ、2番でグッジョブが起きてんでしょう。狼がまず噛みなしって、俺は考えづらいと思ってるのよね。噛めるんだったら、どんどん噛んでいかないとって思ってる側だから、だから2番でグッジョブ起きてんだったら、2番を弾いていいと思ってます。そうなってくると、実施点村を知ってるから、1番、9番、もしくは6番、7番、8番の狼を追わなきゃね。まあ、今日は8を引き切るんだが、あんまり6、7に見えないんですよ。7番が6番に対して昨日、6番が、なんだったっけ、5番に対していいことを言っていたっていう風な感じで。で、1番も6番に対して、1、6もあるけれども、1番が6番に対して、7番が評価集をしているから、7、6は薄いっていう風な考えを持ってるって、1番しても6番に黒を塗るとか、ラインを切る、切らないとかじゃないから、やっぱり1周目も2周目も6、あ、初日も2日目もね、6番に関して、こうなんか置いときたい位置にしてるんだよね、どっちも。俺、占い進路、霊能心境だと思って、5番がマジで強靭だと思っているんだけど、今でもね。まあ、8番は引き切るけれども。だから、6番も弾いていいってなると、ごめんやけど、1級なんだよね。9番視点で6、7見えたのって何って、俺は7番が昨日6番に対して、ね、問いかけてるのって、あんまり7、6に見えなかったんですよ。ただ、占い単体行動で見ると、7番の方がおかしいんですよね。そこが難しいところっていう風な感じですが。はい。まあ、2週目も発言聞いて、もしかしたら6、7でやってる可能性もあるっていう風な世界を見てるんで、はい。一応考えてはいきたいですが。はい。まあ、今日は8番を移ります。6番のプレイヤーが発言します。1番いきます。私に従わなかったからです。5番をに投票しなかったからです。私が正しいです。はい。1番いきます。はい。人狼ゲームで私は正しい。6、5番は言ったはず。グレーを釣ることを示唆する発言。何、仮に9番、2番が引いたように言っていた？何ですか、色を当てるって。占ってくださいでしょ。伝わるように言わないんだから5番が悪い。反省するのは5番でしょう。1番いきます。私の指示に従わなかったから1番いきます。8番、新進行。私の指示に従いなさい。5番はそう言った。私はそう聞いた。あなたたちが否定しようが、私はそう聞いた。対抗の色を見たい。それだけ言いなさい、霊能になったら。グレーセザーなどいりません。対抗の色を見る。それが仕事だからです。うん。グレー精査をするんだったら言葉を気をつけなさい。そこを占いなさいとか言いなさい、言葉遣いで。色を当てる？知りません。色を当てるなんて変わった言葉だったら聞いてるはずです。26を釣るみたいな、26の色を見たいじゃなかったですか？色を当てるってよりも。26の色を見たいって何ですかって。26を占って欲しいでしょ。正しいものの言い方は。色を当てるだか、色を見たいだか知りませんよ。混同するな言葉を使った5番に火があるんだから、1番釣ります。私が言った通りに5番を釣らなかったから1番釣ります。何があっても許さない。1釣り。全プレイヤーの私はただの石。私はただの石。私はただの石。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは8番、8番の遺言を発表してください。はい。まあ多分2番が村だったら。少なからず2番、2周目の時点で2番の位置で視点更新は占い師できたんじゃないのかっていう指摘をしたんだけど、なんか伝わってないし、なんか1番って8番評価したって言ってんだから、じゃあ2番視点で9番って解釈間違いしてんだよ。だから、少なからず2番視点って1番指摘できたよねで、8番は9番これ黒要素と取ってないって言ってるから、そこで1番に乗っかって2番が、2番の村やったら1番9番狼のラインか7番4番、7番から引っ張ったら4番しかないからね。このラインしかないんだけど、ただ2番の人外を俺なんかどうしても捨てきれない。やっぱり発言聞いても。視点が狭いって言ってるけど、
現状は1番、2番、狼、5番、狂人の世界線が見えるかなって言ってるから。2番、初週の進行論の情報更新を村をしていけばいいんだから。2番の村広、2番村の過程で動いたらいいじゃん。中学やけど。あ、6番さんが正しいですよ。5番、6、2から行くって言ってるから。あの、色当てるじゃなくて、6、2から行くっていう発言はしてる。まあ、5番言い間違えたんだろうな、とは8番は思ってたけど、5番は言ってるから。6番が正しいから。はい。7から引っ張ったら4番やけど、もう1番がおかしいから、1、狼じゃないこれ。もしくは1番、2番、狼。どっちかだよ。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。2番、3番のプレイヤーが発言します。はい、4プロ、9プロね。わかんねえな。まっとうなこと言ってんのは4よ。まっとうなこと言ってんのは4だし、昨日の視点から急に違和感を覚えてしまってるっていう先入観があるから、どうしても1級にしか見えない。1級にしか見えない。まあ、あの、6が白だったって言って、4番視点で仮にね、あの、初日の段階から4番が6番にあのフォーカスを当てない、めちゃくちゃ釣りやすそうな位置だったじゃん。まあ、未だに色が見えないなって思ってるから。従わなかったってだけで1に行くって言ってる人物だから、もうゲームをしようっていう思考じゃないじゃん、6番って。マジではこの人どうしようって思ったけど白角になったからよかったなって思ったぐらい。大豆4級の欄でお願いします。うん、マジ1級にしか見えねえ。4が狼だったら6にフォーカス当てない初日から。4番のプレイヤーが発言します。なんか、あの、6番の発言から、6、8狼のね、占い心境まで追ったけど、俺に来るってくれて、あの、真偽が分かって助かったっていう風な感じで、はい。あの、1番狼、9番狼じゃないですか。あの、まあ、1番の偽要素って分からず、7番に関してもちょっと偽要素があったから、俺は占いに関して分からなかったけれども、単体でおかしかったのは9番よ。9番って初日も2日目も、あまりグレー精査は落とさないっていう風な方向で、そもそも9番が8番を釣りたいって思考は、8番視点で、なんか9番は人外要素になってない、なんていうのかな、そのね、8番視点で1に行って見てるのがわからない、9番釣り寄せばいいと思ったけどっていう風な思考で8番に行ってるんだけれども、8番って9番は、そのね、その、組み取り違いをしていいけど人外要素になってないっていう風に言うから、8番視点で、そのね、なんていうのかな、あの9番、8番視点で9番狼と見ている構図してないのに、9番が8番釣り寄せる内容もおかしいと思ってるし、8を比べた時に明らかに5番が狂人だったでしょって俺は思っているから、そういった精査とか、2日目の6番、7番がっていう風に言っていたけども、4番の精査を外してるでしょ。多分9番視点で俺の村が透けていたわけよ。6番、7番っていう風に言って、6番、7番なんて絶対見えなかったですよ、2日目に。7番が6番に、いや、5番に対していいこと言ってるよねっていう風な感じで、じゃあ5番行きますなんて。その5番行きますだけ7番の偽要素かなっていう風に思ったのよ。7番視点で5番白持ってたら、8番行けるかなっていう風に思ったけど、そこだけだったけれどもって感じかな。はい。まあ、9、4なんでいいです。9番行ってください。6番のプレイヤーが発言します。うん。だから言ったでしょ ?5 番を残さないで釣れと。それで村のアピールをしなさい。8番を残して。
8番に色を見てもらえば、白だったら8番死んだから。組み合わせわかるんだよ、俺して。ローラ出てんでしょ？組み合わせわかるから。1番が7番が白だったら、黒の組み合わせすればいいだけ。そういうゲームなんだよ。2番は何と言っていた初日。どっち怪しんでたの？なんで2番噛まれてんの？思い出せねえなぁ。19とも取れるし、47が。うん、1行くと言ったから、9番に黒を打った。とも取れるし。1番が6黒打ってもいいところ、4黒打ってんだよな。さ、釣り切って何になってんのこれ。負けたらね、釣り切った村が悪いんだよ。8番狂人だったら俺が悪いってだけの話だけど、結果見て。8番死んだったらお前ら何してんだって話だで。だから、そういうのにかけてゲームすればいいのに。4番も8番死んだと思って8番捨てんだろ？なんか怪しい要素はあるんだよな。でもまあ、もう、どうすんだ、どうすればいいんだろうね。負けたらまあ、8番捨てた村が悪いよ。5番は確かに行った。ほんとに。8する、た村が悪いんだよ、もうこれ。7番。のプレイヤーが発言します。はい、9番占って9番黒でした。19ローローです。狂人位置はわからないけど、まず9番に関して占った理由なんだけど、9番さて8番の進行路の初心に対して8番の良さを拾いましたよね。 AI 村でも占い師の真偽をつける、そこを良かったと思いますって言ったんですよ、9番さんって。言ったのにもかかわらず、9番さんの2周目って、霊能とグレー精査しかしてないんですよ。だから黒いなって話をしてます。で、1番に関しても、把握漏れというか、捏造してるんだけど、占い審議つけた人いますかじゃなくて、そもそも、9番の、その、組み取り方をして、なんか、8番の良さを拾っているのかかわらず、していないことが違和感だし、だから、僕は、9番、3番、6番で上げ、ちゃんと上げたのに、なんか1番はそこもなんかよくわかんない話をしてる。で、19番、3番、6番。で、初週の囲いもあるから3番占った。はい。ですね。明確につけたのって2番だけだと思ってるから、まあ、4番に関してはわからない発言だったけども、ただ単体4番単体発言で8番に対しての、なんやろ、整合性が取れていたことから外したって感じ。で、かつ、4番っていうのは1番に関しての2強さも拾っていたし、7番に関しては2周目聞かないとわからないって精査も落としてたんで、4番割愛。で、何がおかしかったんですかね。9、3、6。初週は3番占い。2日目9番占い。何がおかしいんでしょうか。はい、1、9、ロール。9番のプレイヤーが発言します。はい。何を。3番さんと6番さんに、いや、6番さんもね、1位、昨日投票してるから、もうあれかなと思ったけど、けど6番さんも、悩んでくれてるから、言うけど、俺4番さんのクレ要素って、はっきり言ってそんなに上げれなくて、ただ、7番が、5番投票してるでしょ？ 7 番の白先の5番にね。まずこれがおかしいことと、あと7番が、1日目の2周目で、真っ先に9番がおかしい。グレー精査せずに、霊能精査ばっかりしてるみたいな。で、それって言ってしまえば、6番さんもはっきり言ってそうでしょって。だから9番を真っ先に疑ってくるのがおかしかった点と、あと、なんだろう。3番にフォーカス向いてないのに3番占い。9番が怪しいって言ってるのにもかかわらず3番占い。まあ、初週の、囲いもあるからって言ってたけど、だとしたら3番にもうちょっとフォーカスいくんじゃねえのって、3番は占ったらいいからみたいな発言はあったんじゃないって、3番さんと6番さんには伝えたいし、俺はちょっと6番さんと違っては、俺はね、どうしても5が真に見えて、やっぱりあれじゃない ?6 番その辺聞こえてるけど、俺はまあ、色当ててって聞こえてるから、ぐらいしか言えねえわ、1番さん。4番のクルースを上げれないが、7番さんのおかしい点は、自分の白先の5を釣ったところ、はい、6番も精査しないのをかかわらず真っ先に9番を疑ってきたって、ね、お願いします。分かってください。3番さん、6番さん。1番のプレイヤーが発言します。
まずは6番さん、思考ロックは解いて、ちゃんと考える時間取ってくれてありがとう。その上で7番のおかしいところ言っていくんだけど、まず2番がレンガってことが確定してるよね。2番が紙が入ってる。7番が1日目の1周目に言ったこと。これは2番自身が7番に指摘したけど、7番って2番のことをすごい印象がいいって言ったんよ。それは理由は、2番は1番に指摘したから。でも2番の反論で、2番っていう人物は1日目1番は、あ、9番寄りの思考なんだな、そうなんだなって言ってるだけ。2番は別に1番に指摘したないのに、7番が2番のことを指摘したって言った7番がおかしいっていう2番は、1日目の2週目に明確に発言してるわけね。で、この苦み、2に連画してるって、1番狼がするかってのもまず考察に入れてほしいし、6番さんが7番、なんか5番のことを偽する。俺は正直その論とは分かり合えないんだけど、じゃあ逆にさ、7番が新占い師を主張してるときに、5番白、7番って5白って初日言ってるんだけど、5番ってあっても7番が新占い師自称するんだったら狂人でしょ？なんか6番さんの論で言うんだったら、じゃあ7番新占い師8に投票して、少なくとも狼の可能性ある8を殺さなきゃいけないんじゃないって思うから、もう一度ゆっくり考えてほしい。ちなみに4番は本当にね、白いと思ってたから、黒出るまで分からんかった。4番の発言を聞いて、6番が白い。ああ、なるほどね、そういう考えもあるんだって思ったし、7番の9番の言及から、真っ先まで9番黒出ると思ってたから。苦味とかそういったのもいろいろ考えてほしい。全プレイヤーの発言。その疑いには、どんな根拠があるの？8つ言ったら村が悪い。負けりゃいいじゃん。あんたらが19追ってん、19村だと思ってんでしょ？あげればいいじゃん、8番釣った村が。あげればいいんだよ、もう。9番のプレイヤーが発言します。はい、3番さんか。あ、6番さんありがとう、マジで。なんだろう。言いたいことは言ったんだけど、4番の黒要素でしょ、3番さん。あのね、別にないのよ、正直。ないんだけど、いや、占い姿勢させてほしいなって言ってもな、あれだよな。俺は正直、6番さんの、あれだよ、発言はおかしいなって思ったから、俺5が言ってることが的だと思っちゃってるから、で、プラス、グレイ1に、グレイっていうか、あ、そう、グレイに変な、やつがいなかったから、俺は正直6番さんのこともおかしいと思っちゃったし、7番さん、真っ先に俺に来て、6を真っ先に疑わねえのみたいな視点がなかったから、おかしいやんって思ったんだけど、ぐらいしか言えねえかな。はい。ぐらい、6番さんありがとう。3番さん頼む。4番のプレイヤーが発言します。まあ、よーく発言聞いてたら9番1番って多分分かってもらえると思うんだけど、9番って7番に言ってる、いや、9番は霊能精査しかしていないけれども、6番に関して適用するよねっていうふうに、6番は1番のことをね、偽だっていうふうに、2日目、まあ初日は分かんなかったけど、2日目は主張しているから、7番視点って6番って省ける位置なのよね。だから9番がまず7番に言ってる偽要素はちゃんちゃら雑だし、そもそも1番が紙1考察しているわけじゃん。2番に関して、そのグッジョブが初日に、まあ、出てるのか紙なしなのか分かんないけど、2番かもうが、3番騎士が出てるかもうが構わないから、1番はそれを軸に7番、4番で繋げたかったっていう風な話でしょ。自分から持ち出してんだよ、だって。で、どっちかもうが別に構わないわけじゃん、狼側からしたら。だから2番勘でそういう風に見せたかったって行動じゃないんですか。9番が7番に言ってる黒要素って成り立たないっすよ。ちゃんと聞いてくださいね。はい。全プレイヤーの発言が終了しました。投票。あ、もうまあいいんじゃない？もう。どんな根拠が？2番がなんて言ったかが思い出せないんだよ。もうまあ、もう負けだよ。まあ負けたでいいんじゃない？だってあなたたちが8番つったんでしょ？もういいんじゃない？村が。負けたら負けたで。夜が更けました。人狼に気をつけてください。
夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。4番のプレイヤーが発言します。ああ、じゃあまあ、1級確定ですね。俺を疑ってんのってどっち？6番さん何が分かんないのかな？だって明らかにおかしいのって9番ですよ。だって6番に問いかけてるのに、そもそも9番視点で2日目の段階でね、7番6番が見えたっていう風な感じで4番の精査を入れず、6番7番っていう風に言うけれども、6番視点から見て、まあ多視点からでもいいですわ。6番が多視点に立って7番6番に見えましたか？7番って6番に対して精査を入れず、そのまま6番が2週目に、2日目かな、霊能に関して、初日の2日目か、5番に対していいことを言っているなっていう風な要素で、7番、6番って俺は見えないと思ってたんですよ。9番視点って4番の精査を省き、俺は6番が一番、俺は霊能心境、まあ現実に占い進路でした。7番、1番が6番に対して触れる要素をしてないから6番を省き、2番は守られている。狼は噛まないってことはないと思っているっていう風な主張をしているから、2番に対してグッジョブが起きていると仮定し、2番は省きっていう風になると残りは9番だねっていう風な精査を落としてるんですよ。9番視点でグレー精査を落とさずに4番を省き、6番だけにフォーカスを当て、なんかそれでなんかどうなんですかって、なんで俺を疑ってるのか全くわからないですね。1番視点も昨日の段階でなんか2番噛んでるのは7番4番だって主張しているけれども、そもそもその話が出てくること自体がそれを軸に使いたかった2番噛んだ考察でしょって。6番のプレイヤーが発言します。うん、あ、負けたら2番の責任にするためですね。私が言ったこと正しいはずなんですね。5番は私を釣ると言ったんですね。8番が死んだと言ってるのに2番は意地を張って8番を釣って、自分が正しい連呼してるんだから。ってことは5番を死んだと思ってた91が正しいってことなんでしょ。だから4釣ります。負けたら2番が悪いんです。これ私は知ったこっちゃありません。4番釣って負けたら2番が悪いんです。反省会で2番にみんな怒ってください。私は2番のあなたのやる通りやったら負けるってことを示してあげますよ。私が言った通りに5番にせ、8番死ん、1番の色を見て白だったら4-7釣れば終わるゲームなんだよ。2番がそんなこともできなかったから私は怒っています。4つって負けたら2番の責任すればいいんですよ、このゲーム。私は正しいことを言いましたよ。5番が偽、8番が死んだと。それでも意地を張って8番を釣りにかかる。ってことは何ですか？うん。2番視点はそういうことなんでしょ？うん。8を釣りにかかった1、9が正しいと。じゃあ、やりましょう。例のロラしても無意味なんだよ。わかんねえんだよ。芯決め打って色見てもらった方が勝てたんだよ、これ。うん。あとはよくわかんない。1番と9番なんで6番に黒を打たねえんだろうなとか。7番して、強靭位置がわかんねえっていう。何言ってんだろうなと思った。大八じゃないと思ったけど。うん。7番のプレイヤーが発言します。うん。いや、5、8のどっちかはわからないって話をしてて。いや、てか、6番さんって8番が死んで見てたんでしょ。俺も8番が死んで見てたから、で5番に白が刺さってても別に強靭の可能性はあるから、これ霊能対策真偽を決める話をしてるから、別に俺が5番投票してもおかしくはないと思ってるけど。もちろん8番の黒もあると思ってるけども、真偽で5番の方が俺は偽かなと思ったから。で、6番さんさ、1番って、4番を白いと思ってるのに、4番占ってんのっておかしいと思いません？ 1 番って4番白いと思ってるのに6番占ってんのおかしいと思いませんか？なんで白いと思ってるとこを占って黒いと思ってるとこを放置してるんですかね？と思いませんか？で、かつ紙考察してるけど、じゃあ俺が例えば2番を噛んだ、噛むに向いてないと思ってて、俺って2番に対して言及をしてる人なんですよ。でも2番さんこういう発言もしましたよねって。で、そこに対して俺が2番を噛む理由ってないと思ってるんですけど。2番の反論聞いて、例えば俺が狼の時に2番を反論聞いて、なんか2番が、なんか
普通に黒発言したら黒打ってばいいし、別になんか、あ、確かに白いなと思ったら普通に、あ、2番さんごめんねって言って、2番さんの評価集すればいいだけじゃないですか。そこをわざわざ俺は噛む理由ってないですよね。1番、もう一回言うけど、8番って、あ、じゃあ9番って8番に対して、占い審議つけようって言ったのに、なんか賛同したのに関わらず、9番さんはつけなかったっすよ。9番のプレイヤーが発言します。いやー、噛まないんですね。何言えばいいんだ。3番さんが俺に持った違和感でしょ。言いたくないけど、まあ俺は3番さんのことを強人だと思ったよ。うん、強人っぽいなっていうか、なんか俯瞰視点だなとも思ったし。ってぐらいかな。もうあんまり言いたくなかったけどさ。どの発言からっていうのはあれなんだけど、なんかあんまり考察してないように感じた。はい。し、俺は今でも強人だと思ってるし。あとね、6番、7番には見えてなくて、6番、7番がおかしいと思った。はい。これは4番さんの捏造かな。はい。これかな。あと言いたいことは昨日言ってるから、7番さんのおかしな点ね。で、俺は6番さんにもおかしな点を持ってたから、6番さんにもおかしな点を言った。はい。で、あと4番さんが、6番、7番って言ってる点ね。あと俺が3番さんを巨人だと思ってるってね。はい。それぐらいしか言えないっす。はい。ぐらいしか言えねえわ、1番さん。頑張れ、1番さん。頑張って、ごめんね。これぐらいしか言えねえ。1番のプレイヤーが発言します。まあ、4番、7番が1番の新上げをしてくれてるって3番さん。俺が今から言うことちゃんと聞いてね。4番が今日言った1番は2番のことを神考察の軸に考察してる。これ追随して7番もなんか1番は4番のことを白いって言ってたから占わなくていいって言ったけど、それ俺の新要素じゃね。だって俺ずっと4番のこと白いと思ってて、なおかつ黒要素、まあ、ずっと拾えなかったね、昨日までね。じゃあ1番狼だったら4番のことずっと初日から白い白い言ってるんだからさ、別に6とかに黒打って4番の評価回収しとけばずっといいって思わない？だから4番7番が1番の勝手に新上げしてくれてるなーって思った。あと3番さんはさ、1日目の7番の発言しっかり思い出してみて。1日目の1周目ってさ、2番に7番って印象がいい、1番に叩いたからって言って、怪しんだ位置覚えてる？あなたよ、3番さん。覚えてるでしょ？疑われたから覚えてるでしょ？ 7 番って3番に1日目の1周目は完璧に視点を向けて3番がおかしいって言ってて、でも2周目になって聞いた？これみんな言ってるよ、みんな。3番。みんな言ってるよ、この村のみんな。7番って9番のことを怪しんだ理由が霊能精査だけして占い審議に触れなかったから。3番さん1日目の1日目の2周目、あなた占い審議した？してないよね。でも7番って1日目の1周目あなた疑ったより2周目違う理由で9番に視点を向けたのって言われた本人あなたが気づくんじゃない？なおかつ苦味の時に2守った理由って狼が噛みそうな位置って言ったやん。2番って少なくとも1支援って言ってるから俺の狼コードめっちゃ否定できるでしょ。3番3番のプレイヤーが発言します。いや本当そうなんすけどそうなんですけど、うん。占い審議だったら圧倒的に1の方が真に見えてんのよ。だけど、4級を比べたときは、4の方が、真っ当なのよ。真っ当っていう、なんて言うんだろう。発言精査をすると、4の方がマジでまともなことを言ってるのよ。な、もう、パニックになってるのが、本音。もう、フィーリングで行くしかないのかなって思うレベルの難しさです。延長はしません。4級の欄ね、4級の欄。延長していいって。延長しないって4することになるって。延長でいいって、上市見りゃいいじゃん。上市見る時間はあるじゃん。まあもういいんじゃない？八つた村が悪い。もう。
知らん。1番が6黒打たないで4黒打ってんだからしょうがねえよな、もう。延長！延長しろ！ 3 番、紙1見るんだ。3番噛まれたら9行くよ、3番のために。9番のプレイヤー延長するんだ、粘るんだ。はい。何言えばいいかな。言いたいこと言ってんだけどな。まあそうだよな。4番、9番比較したら4の方がまともなことになっちゃうかな。だよな。けどね、その、1日目で、俺、なんていうのかな、ライン考察してなくて、単体でおかしいのが、俺は6番、7番だと思ったの。あ、これは6番さんにごめんだけど、俺はこの方が真に見えてるし、6番さんがその5番さんの発言を俺は捉え違えてると、今でも思ってるからこそ、6番がおかしいなと思った点で、7番の2周目を聞いて、急に9番にフォーカスを当ててきた。これはもう一番も、まあ結構言われてると思うけど、いやいや、例の占い師につけてるやついっぱいいたじゃん。にもかかわらず俺っていうところ。4番のプレイヤーが発言します。はい。まあ、いつまでやんのかって感じですけども、6番さんも分かってんでしょ。そもそもグレーから、対抗がいるのにグレーから釣るっていう5なんて偽であるし、4への叩きも不当でめちゃくちゃ強人味だったじゃん。うん、それを信じて、だったらなぜ8釣ったの？だから4番と7番が悪いんだよ。1番行くって俺言ったのに行かなかっただろ？だから責任取れよ。負けてもいいだろ。4番1番に負けたのはあなたたちが悪い。4番が、いや、自分が4番の言ってこと大丈夫？黒打つでしょっていう。8死んだと思ってんのに1番行かないの？8釣り切ってんの？6番だからもう47の安定進行策は間違ってるよ。負ければいい。負けた責任2番だからもう。2番にあんだからね。2番が8つったんだから。占いって正直どこだった段階で9は黒いけれども、占い審議だったら1の方が進行。4番の言ってることがもはやわけわかんないから。8死んだと思ってんのに、世界じゃん。8死んだと思ってんのに、8釣り切ってる人の気持ちがわかんない。91の方がまだ8偽だと思ってるから8つってんでしょ。全プレイヤーの発言が終了。あら、もういいよ、もう読んで。負けたら4番が悪い。8死んだと思ったら釣ってはならないから。俺別に動画上しょうがないじゃん、もう。8死んだと思ってるのに8釣ってる人の気持ちがマジでわかんねえから4するわ。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、4番の遺言を発表してください。あ、じゃあ8球ロール1番、あ、嘘、7番が1番狂ってるわ。あ、負けですね。3番は多分めんどくさくなったでしょう。多分1番のあれに乗ったのかな。7番さんごめんね。別に間違ったことは言ってないし、6番さんが多分1本で2番のせいにしたいっていう風な主張だったから負けたっていう世界だと俺は思ってますね。でも、仮に7番、4番が6番を噛み抜き、3番だけ残されっていう風になると、3番の考察が変わる可能性があるんで、噛みなしを選んだんですよね。ごめんね、7番さん。多分言論で勝てなかったですわ。いや、釣り切りが一番強いと思ってます、僕は。だから、6番さんの主張も分かる、新決めた方が強いっていう側の人間の思考も分かるが、俺は、まあ、狼だから、釣り縄使いたいっすよね。単純に。でも、村でも俺は多分釣り切る進行を取りますよ。いやいや、七番さんはね、別に下手じゃなかったと思いますね。多分、こう、もっと一番さんがね、強かったっすね。新感情がめちゃくちゃ拾えて、一番を殴れる構図がなかったんですよね、四番視点も。だから、9番だけおかしく、7番1番はフラットにし続ける考察しかできなかった。多分相方のせいです。申し訳なかったです。はい。1番さんが上手でしたね。まあ、なんか、こう、どっかないかなと思っていろいろ探してたんですけど。はい。ありがとうございました。ごめんね。伸ばしちゃって。夜が更けました。人狼に気をつけてください。村が悪い。ひどすぎるわ。8番死んだと思ってて1番行こうって俺言ってんのに1番に行かない奴らの感覚ってマジで何なんだよ。それで俺の責任にするんだで。俺の責任にするんだで、俺の責任に。もう。
俺に何の非があんだよ。こんな精査ができなくなるんだよ。八神決め打って色見たら勝てたんだよ、このゲーム。ラグラグ。昨夜は一名の方が亡くなりました。7番。ゲーム終了。おお。村人陣営の勝利です。